四角い箱の蓋、万字の形になる組み立て方の説明をします。色の違うパーツをそれぞれ左右に持ち、左手のパーツのここの中へ右手のパーツを差し込んでいきます。この部分はここの間に入るように差し込んでいきます。そして向きを変え、これと違う色を右手に持ち、左手のパーツのこの中へ入れていきます。そして向きを変え、左手のパーツのこの中へ右手のパーツを入れていきます。そして最後も左手のパーツの中へ右手のパーツを入れていきます。形を整えます。これで万字の形のが出来上がりました。それで蓋になります。これで万字の形の組み立て方の説明を終わります。